イエーイ。あれ気づいてるかな。誰も来やん。あ、どうもこんばんは。昨日に引き続きインスタライブやってみました。今一人です。あの11時から生放送のラジオがあるんですけど、それまで、あ、ちょっと美容院行って髪切って暗くしてきました。どうですか。ちょっとね、幼くなってしまいましたけど、やっほー、こんばんは、こんばんは。ちょっとね、人からに来まして、暇なので23時から本番なんですよ。美容室行って、渋谷に美容室があるんですけど、それまであのラジオまで結構時間があったんで、来ましたね、カラオケに。30分だけ。ちょっと歌っていいですか。昨日に引き続き、まあこれも残すんで、別に今見れないよって人は後々見てください。歌いますね。シンデレラガール歌えません。ちょっと今練習中っていうか、もうずっと好きな曲があるんで、それ歌います。メロンソーダ。30分あっという間、ほんまそれ。歌えるかな。夢ならばどれほど良かったでしょうか。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを肌。戻らない幸せがあることを、最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠してた暗い過去を、あなたがいなきゃ永遠に暗いまま。きっともうこれ以上傷つくことなどありはしないと分かっている。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いな思いを、雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。暗闇であなたの背骨を通った、注ぎ隠を鮮明に覚えている。受け止めきれないもの求め合うたび、溢れて止まないのは涙だけ。何をしていたの、何を見ていたの、私の知らない横顔で。どこかであなたがいた、私と同じような涙に暮れ、寂しさの中にいるなら、私のことなのどうか忘れてください。そんなことを思ったらやるほどに、今でもあなたは私の光。電波悪い。自分が思うように恋をしていたあなたに、あれから思うように息ができない、あなたにそばに。
ある日の悲しみさえ、ある日の苦しみさえ、その全ての愛してたあなたと共に、胸に残り払うなら意外なものにも、雨が降り止むまでは帰れない、レモン。なんか久しぶりに歌った気がする。ニュースファン多い。そうなんですよ。ニュース好きな人多いですよね。え、でもしかして電波悪いですか？うわ、電波悪いか。どうしよう。電波悪そう。もしかして歌ってる時ずっと切れてたっていう可能性ある？コメントが流れません。うわ、これもバグったやつや。もう終わった、終わったわ。あれ、いけます？電波悪い。マジか。固まってます。見れますか皆さん。原曲より好き、やばい、嬉しいな。あ、戻った、よかった。なんか俺一人でずっと喋りよった。なんかもう満足してしまった一曲だって。うわ、また電波悪くなったやつや、これ。クソが、電波のクソ。大サビあたりで止まった。うわ、マジか。歌のいい、一番いいところで止まった。ところどころ止まってた。うわ、もう最悪は、いやー貴重な30分のカラオケ、30分カラオケ入ることないやろ。保存希望。保存してたらさ、見れるかな。てか、熱っ。ちょっと自己満なんですけど、歌いますね、勝手に。もう、俺何歌うの、テンポ悪いんかね。おーい。今は見れてます。保存はするけど、保存したら見えるんかな、あと。ちょっと歌うわ。何歌えばいい？ノイズ原始、他の曲も聴きたい。うわ、他の曲 歌われへんねんな俺。30分はないっす。どういうこと？画質が。マジか。不思議遊戯のカラオケがあったらよかったなとか思っております。なんか好きな曲あった気がするな、最近。小袋、画質が悪い。あ、君の好きな人いいね。歌いたい俺も。
入ってるかな。ちょっと鈴木愛理ちゃんのやつ歌います。好きなんでこの曲。
めっちゃ好きなんですよ。いい歌でしょ、切ないけど。この後ラジオなんですよ俺。元気でしょ、めっちゃ。人からですね、人からっていうか、あの11時まで仕事が空いてて、時間が。それでちょっとね、人からしてます。夜のカラオケってめっちゃ高いね。300円じゃない、30分でもさ、ドリンク頼んで、ごめんゲップしてしまった。なんか30分でドリンク代とカラオケ代で1000円ぐらいかかるかも。うわ、また止まってるし。止まってるわ、もう電波が、電波が悪いぜ。止まった？君の好きな相手も好きな歌も全部好き。今何時？今何時ですか？ちょっと明日僕ね、記念日なんですよ。だからこの曲歌います。記念日ってあの芸能活動のね、9周年を迎えます。明日愛すべき人と出会い、全てを失って、砂漠のような心に咲く花を愛と呼ぶ。信じ合うそれだけで道が生まれてゆく。寄り添い合い、傷つけ合い、そんな日々ほど愛しい。Yeah.
ということでラジオ頑張ってきます。ありがとうございました。ちょっと払わないと延長料金かかる